なんか体からこう溢れ出る元気っていうものがない気がしますね。平幕に圧倒されて負けるようじゃダメだろうと思いますけど確かにね、そうですね。藤井康雄のうっちゃり大相撲、どうですか今相撲、今の相撲界っていうのはどんなふうに見てますか。そうですね、まず上位陣の手たらくにはちょっとここは一言申したいかなというふうに思いますけど、我々の頃のその横綱大関って言ったら本当にこう誰よりも稽古してた、まあ、千代の富士さんとか北斗海さんとか、そういうその大先輩方々は巡業に行っても本当によく稽古されてたんじゃないかなというふうに思いますし、本場所にこう臨むための体作りっていうものが、まあそれだけ何十番っていう数をこなしてきてますから、我々のその若鷹の方々もそうでしたよ。はい、もう体がもうパッツンパッツンに張ってて、わこれはもうかなわないなっていうのがあったんですけど、まず体つきから、まあ、横綱にしても大関にしても、えこんなんダブダブでいいのかなって思っちゃうんですよね。テレビ見てるだけですよ、稽古場も見てはいませんけど、やはりなんか体からこう溢れ出る元気っていうものがない気がしますね。で案の定平幕に圧倒されて負けるようじゃダメだろうと思いますけど確かにね、そうですね、はい、いや今大地さんの口から名前が出た、まあ、千代の富士さんにしてもね、はい、北斗海関にしても、はい、それから大地さんより後輩ですけど若乃花貴乃花、ね、はい、あの兄弟にしても、うん、それは確かに体つき今の力士と違いますね。全然違います。確かにそうですね、あの張りが違いますね、うんうん、はい、艶が違います。今の力士でもね、ええ、例えば中に、まあ、私平戸海というね新入幕の力士、はい、ちょっと負け越しましたけど、はい、体パンパンに張ってて、うん、ああこれ稽古してるなっていうのが分かるような力士もいますよ、ね、はい、やってる人はやってます、うん、はい、それでコロナの中でも工夫して稽古してる人たちはしてます、うん、はい、自分一人でもできますからね稽古は。だから玉鷲関なんかね、はい、同じ今片尾内部屋に、まあね、関取が他にいるわけでもなく、はい、あれで優勝するだけの力があるわけです、ね、そうですね、あそこはまた何て言うんでしょう、ベテランのこう味を出しつつ、うんうん、あんなにこう年を重ねて何て言うんでしょう、かつ若手に負けないぐらいの勢いを持ってるじゃないですか、はい、うまさもあり、うん、時にこう変わったこともしますけれども、それでもね相撲に対するこうひたむきさというものは本当に誰よりも持ってるんじゃないですか、うん、うん、まあ、大地さんも、うん、まあ、分けて考えれば押し相撲という、ね、はい、部類に入っていたと思うんですけど、はい、その押し相撲の先輩からすると、はい、今 の, この前優勝した玉鷲関というのは、はいはい、押しの中ではもう超一級品ですか。なんて言うんだろう、押しだけじゃないですよね。そうですか、非常にこう、ね、よく相手を研究してるんじゃないかなと思いますね、うん、なんかそういうところが見られますね。だから、まあ、体つきもね、はい、やっぱり稽古してるなっていう張ってますね、うん、37歳8歳になるんですね。お相撲さんって正面から見るよりも後ろから見た方がなんとなく調子って分かるんじゃないかと思いますね。ふわっとしたこの肩口のあたりからこの背中のあたりがぐっと張ってる人、そして、お尻から太もも、あの辺がこうやっぱり稽古して四股踏んでる人たちってやっぱり張りが違うんですよ。そういうところを後ろから見ると非常に分かると思います。引退間際のね、うん、力士はだんだんお尻が小さくなってね、はい、回しもなんか締めたままスポンと抜けるぐらいになってくるというふうなことをよく聞くんですけど、はいはい、やっぱり体も変わってきますよね、当然。そうですね、うん、自分もそうでしたけど、だんだんその、まあ、頭では考えていけるんですけど体がついてこないっていうふうになるんですよね。そうするともうだんだん引退が近いなというのは、まあ、自分の時はありましたね。そうですか、はい、だからでももがけばもがくほどなんかこう体も疲れちゃって稽古に身が入らなくなってっていう時が、なんて言うんでしょう、終わりの頃はそんな感じでした。まあ、今のね横綱大関、まあ、横綱もちょっと膝がもう気の毒なぐらいね、はい、うん、彼自身はやっぱり横綱一人ですから、一人だけですから、はい、なんとか責任を全うしようとしてるんですけど、はいはい、
どうも体がねやっぱりついていかない、はい、まず序二段まで落ちて復活されて横綱までまた上がられたというところに関しては非常に感銘といいますか素晴らしいとものを感じました。ただやはり体あっての相撲ですからね、まあもう一つ、まあ、休みもねなかなか取れないでしょうし、あれだけの体も大きいですからそれだけの負担はかかってくるのは当然なんですけれども、はい、やはり横綱と呼ばれる方はですね弱みを見せてはいけないと思いますし、 はい、そこに次ぐ大関陣が、あれはもうなんかね正直勝ち負けは、まあはい、それは時の運でもありますし、もちろん勝たなければいけないんですけど負け方にもなんていうかその負けるにも負け方があるんじゃないかなと思いますね、はい、もう圧倒されて負けちゃってその負けた姿がまあいいやしょうがねえやみたいな感じであんな顔つきされたらファンの人たちどう思うんだろうってなんかもっとこう例えば稽古積んで稽古積んで誰にも負けない自信を持って本場所に臨みましたって言うんであれば負けた時の悔しがりって言ったら半端ないと思うんですよね、うん、そうですね、まあ今その上位陣が苦しいんです、うん、苦しがってるんですが、うんうん、そこにねじゃあ、まあ、大関に今度なろうというね、はい、力士たち、まあ、いわゆる大関候補と呼ばれる人たちが、はい、相当いるんじゃないですか今いますね、まあ、チャンスじゃないかなと思うんですけど、ね、いやこういう時チャンスなんですよ、うん、本当そう思います。同期のね琴ノ若、はい、の佐渡ヶ嶽親方ですね、はい、の息子さん琴ノ若ね琴ノ若いいですね、ね腰の折り方が少しこう下がってきた気がします。そうですか、はいはいはい、まあ、もともと腰高いですもんね、はい、腰高だなと思ったんですけど、もう本当にね2センチ3センチちょっと下がってきた気がするんですよ。それって佐渡ヶ嶽部屋はね、何が素晴らしいって言ったら親方の指導が行き届いてます。はい、千秋楽に僕もこの間ね久しぶりに打ち上げのパーティーに呼ばれて行ってきたんですけど、会場からみんな疲れてるのは一緒なんです。もう本当千秋楽までね15日間戦って本当にそのお客様の前にいるよりはもうどっか寝転がりたい気持ちはあるんですけれども、もう本当にみんながその何百人のお客様に本当にずっとこう細かくね挨拶をして写真を撮ってありがとうございますありがとうございますって頭を下げて、本当にねあれはね親方の指導の賜物だと思います。まあそういうところからですもんね本来は。はい、そういうところからやはりその部屋が一丸となるってそういうことなんですよね。そうですよね、だから佐渡ヶ嶽部屋ってやっぱり大人数ね、はい、まあ、入門者も多いですし、ね、はい、やっぱり大きな立派な部屋なんですよ、はい、きっとね、はい、本当に相撲の勝ち負けだけではなくて挨拶の仕方、身なりの整え方、それからお客様に対するご挨拶の仕方、接し方、そういうものがね細かく親方は教えてるはずです。同期でしたもんね、はい、ね、はい、何人か同期、港富士さんなんかも割と同じ、ね、同期ですね、はい、時代でかなりだから対戦も多かったですもんね、はい、そうですね、ありました。大志さん一番多く対戦したのは誰か知ってます、うん、誰だろう本人はそういうのってあんまり考えないですよね、きっと力士自身がね辞めた時に意外と考えてないですね、誰と一番やったなって僕はちょっと調べます。誰ですか、誰だと思いますか、聞きたい聞きたい、まあ、ちょっと待ってください、うん、誰かな、わかんないな、まあ、たくさんいますよね、はい、まあまあ、はいはい、十数回対戦したっていう力士は結構いると思うんですけど、一番多い人がね大志さんと22回対戦してるんです。そんな人いるんだ、ね、ちょっとヒントを出すと、はい、幕下の時から対戦してます。幕下から数えて、うん、まあ、生涯22回幕下は確か1回だけだと思うんです。幕下1回、うん、朝日豊か、朝日豊さんもかなり多いですね、十数回はやってますけど、はいはい、ええええ、違う、もっとちょっと待ってください、言わないでください、いいですよ、しばらく寝てましょうか、待って、ちょっと待ってください、幕下1回だったと思うんですよね。前の海、
じゃないか。いや舞の海さんも、うん、まあ十数回はやってますよね。やってますね。でも、ね、うん、でもそこまで行ってないか、うん、あ、まあ一回じゃない。舞の海さんがデビューの時に僕も幕下のちょうどその頃にいて、うん、初めて、2連勝して3番相撲で当たったんですよ。そうですか、はい、勝ちました。あ、そうですか。あ、はい、いい線いってんですけどね。かなり惜しいところ、ね、惜しいとこ行ってますか、うん、浜の島。浜の島、ね、だいぶ編集しなきゃならないかもしれない。すいません、いや、わかんない、ちょっと教えてください。友の花関、うちは実は22回やってるんですよ。だ、友の花関が デビューしたのか、あの幕下の時に一度対戦があって、はいはい、その後は、まあ、やりました。十両以降でやってるんですけど、はあ、そうかも。 そんなに印象ないですかね。いや、そんなことないです。ありますね。結構やってますね、結構やってますね。で、大志さんの12勝、友の花さん10勝だったと思う。ありがとうございます。だからそういう話だからちょっと持ってきたんですけどね。なるほど、ありがとうございます。ね、やっぱりご本人は、うん、自分自身がまあお相撲さんやってて、うん、辞めた時に誰と一番やったなとかって、そんなことは考えないですね、うん、きっと。あんまり考えてないですね。でも相撲は、うん、覚えてるでしょ。あの、覚えてますね、はい、ね、皆さん本当に覚えてるもん、あの時こうだったなみたいな、うん、はい。